マルファはネパールの中央部の北西にある村。西部開発区域に所属するダウラギリ県のムスタン郡に位置する。村の西側にダウラギリ山群、東側にアンナプルナ山がある。標高2700メートルのカリカンダキ川の渓谷沿いにあり、堆積地には果樹園が広がる。登山において重要な経由地点になっており、古くは ネパールとチベットとの交易での経由地点としても栄えた。1991年の人口調査では434件の家2630人の人々が暮らしている。2008年まではムスタン王国に所属していた。マーファの地名はマールが過酷な労働、ホが人々を意味することに由来する。風が強い地区なので家屋はもっぱらいしみである。街の中の道は狭いが、 石畳道の両側に石造りの白壁の家々が並び、この地区の町としてはよく整備されていて人気が高い。マルファの町並み主な産業は農業であり、果樹園でフルーツ類が栽培されている。特にリンゴの栽培が盛んである。またリンゴやアンズ、梨を原料としたマルファブランデーという酒を醸造しており、ネパール内では特産品となっている。フルーツの他に、 蕎麦の栽培も盛んであるが、シンクの蕎麦であり特に茎は非常に鮮やかな紅色をしている。マルファが原産であるが日本にも持ち込まれ試験で2栽培された。ネパールでは麺にすることはなく、団子などに加工して食べる。中国チベットや内モー子さんの蕎麦も赤いが、マルファ原産の蕎麦は特に紅色が強いとされる。前述のように登山やトレッキングとしても経由地として重要で。 宿舎や民芸品店などの観光業も重要な収入源となっている。郊外ではヤギやヤクの放牧も営まれている。ネパールセンサス2001ネパール S ビレッジデベロップメントカミーティス http://www.digitalhimalaya.com ス,<ッ>スラッシュコレクションスラッシュ nepa lcensus スラッシュフォーム .php セレクションイコール12009年11月15日閲覧 ABC 焼き彩るシンクの蕎麦新徳物産の試験畑ふるさとは ネパール北海道新聞社1993.1015北海道新聞長官地方26ページ大英蕎麦種巻き各国種の買い方のみ新徳1993.0616北海道新聞長官全道21ページエヌラ、ネパールと自由口ベッドの門朝日新聞2009.1121東京長官10ページアジアシャズユー、ありがとうございます